UC7 から1888、性能運輸基本的な片妻壁が一方開け、使用。2003年5月22日、岡山県西岡山駅。国鉄 UC7 型コンテナとは、日本国有鉄道及び、それを継承した日本貨物鉄道に席を有する、構想用20フィート有害コンテナである。この形式での登録は、 現在の私有コンテナ形式付与基準とは大幅に異なる旧式扱いのために新規登録はすでに終了しているので現状ではこの形式が消滅するのは時間の問題となっている実際の所有者使用者は旧国鉄 JR 貨物以外の民間物流会社等であるコンテナの製造会社は製造初年度である1979年から 登録終了となった1987年までの9年間で、当時鉄道車両の製作を行っていた、富士重工業をはじめ、現在も鉄道車両製作を行っている東急車両製造、日本車両製造の3社のみの製造であり、JR 貨物に移行から登場している一部の外国メーカー品は一切ない。また、コンテナ本体の材質としては、アルミ製はなく、 すべてスチール製であり、自長を含む総重量は12.3トン以下と定められているが、自長は各コンテナにより異なる。当コンテナは鉄道輸送の上で最も基本となる長方四角形の箱型のために、いわゆるコンテナへの貨物の出し入れのようとなるドアの位置が、積載貨物品目や荷役環境に合わせて多様にある。登録数は UC7 から101番から、 最終登録の1998番までの連番で登録となっているが、1691から1695の5個は、欠番のために、実数で993個ある。また前期の UC7 から1万1から1998の登録以外にも、少数例ながら、福山通運及び、松岡光鶴運輸の各社では、もともと自社所有コンテナとして登録してあった。 UC5 を補強改造して、個々に耐久試験や構造審査を受けて、従来の個体番号を変更することなく、形式のみ、UC5 から UC7 へ変更登録して使用していた。しかし、改造時点ですでに十数年以上酷示されていた、ために改造後の運用実績は思わしくなかった。元、UC5 形式から UC7 への改造も参照。参考資料。 CSC プレートの一例。画像の事例は、豊島での不法投記の参拝を当該へ、撤去輸送するために ISO 企画で特別に制作した日本通運所有の内航コンテナに添付されていた CSC プレートの事例。このために UC7 用との刻印されている記載内容や検索期間等は異なるが、プレート自体の記載事項様式は、 多少のレイアウト的差異はあるものの、ほぼ同一内容で統一されている。2017年3月22日、世界中の国々をコンテナ船や鉄道などでまたぐ、いわゆる国際コンテナ輸送の安全性を担保するために使われている各種コンテナの構造、保守管理に関する共通の国際的な約束時を、1972年にジュネーブの国連欧州本部で、 安全なコンテナに関する国際条約が決定した。これに伴い我が国では、1977年9月に関連法案が発行され、当時の鉄道コンテナを一手に管理していた、旧国鉄が沖縄本州北海道及び下関港韓国間をそれぞれ結ぶ航路で使用されている高層用20フィートコンテナを対象にして、 まず新しく新造される汎用コンテナについては、新形式となる UC7 から1万番台を付与することとなった。登録方法としては、新造された国際コンテナへの ISO 規格に則っとって付与される認定形式と同様に UC7 形式コンテナを新造したメーカー各社が、製作ロットごとにまとめて、国内の指定検査機関へ申請を出して、規定の格し検査を受ける。 日本国内では日本白用品検定協会及び日本海事協会の2社が検査を担当していた。これらの一連の検査に合格した個々のコンテナの片妻側ドアに国際海上コンテナ同様にの貼り付けが義務付けられている。ただし、性能運輸が所有している量彩開式の合計67本の場合にはコンテナ量側端にコンテナの運用上での方向を示す。 文字記載側の妻ドアに取り付けられる。以下に参考として適用される関連法令、船舶安全法施行規則第19条の3、コンテナに関する検査の特例について記す。なお、構想用コンテナ規格が設定された当時の本州北海道間は、現在の青函トンネルが未開通のために、青函連絡線を利用して専用のコンテナ貨車に、 今回新規に認定された UC7 型及び後に追加形式認定された UT7 型タンクコンテナを積載して輸送していた。ただし、それ以外の従来型となる冷蔵 UR5 型や通風 UV5 型といったいわゆる特殊コンテナ類はコンテナを形式変更することもなくそのまま利用して輸送していた。また UC7 に認定されていない一部の 従来型である UC5 型でも、現状としては、新法制定後でも多少なりとも輸送されていた事例が、当時の青函連絡船関連を記録した写真や動画もネットで散見されている。このために新法により、コンテナを構想するためにという、大義名分はついてはいるが、青函航路に関しては、例えばコンテナを直接船舶に積載している沖縄、および韓国ルートとは、 輸送形態の事情が大きく異なり、他の鉄道貨車同様に、コンテナ貨車に、コンテナ自体をたとえ空ラコンであれ、積込コンであれ、輸送貨物として積載し、ツイストロックで固定した状態で、青函航路を利用していた。さらに、連絡船内での積載貨車すべてには、鎖を用いた、専用の固定金具で厳重に船底に、固いましめされていた。つまり平たく言えば、 無害貨車に積載する貨物によっては、専用の鉄枠や木枠で積載貨物を梱包し、さらに貨車から転落しないように、ロープやワイヤー等で厳重に固定して、普通に静観連絡線を使って輸送していたことと同じである。これらの現状から結果論ではあるが、わざわざ郷土試験等の追加費用を支払っての新規政作や全校の福山通運及び、 松岡光雲輸の2社による従来型の古い UC5 系の一部を改造補強費、検査料を支払って形式の海版登録を行うといった涙ぐましい努力をするも UC7 及び UT7 を登録した一部のユーザーでは結局、青函航路ルートしか使わなかったユーザーもあった。これは登録開始から青函トンネル開通により、 事実上は登録する意味のなくなるまでのわずか10年間の間、前期したような様々なあやふやな環境下で金額の多かれ少なかれを問わずある意味、疑問の残る追加の投資を余儀なくされたこととなった。特に韓国ルートに関しては UC5K 時代からの輸送実績があった日本通運及び性能運輸の2社に事実上限られていた。なお、下記、 第19条の3の本文中で関連する各法令の内容は法令に併記している関連リンク先を参照のこと。第19条の3次の各号の1に該当するコンテナについては全3条の規定に関わらず定期検査、中間検査、臨時検査及び臨時高校検査を受けることを要しない。1、法による検査または検定を受け、 これに合格したコンテナであって、次に掲げる要件に適合するものに、日本船舶を所有することができるものまたは、日本船舶を所有することができないものが所有しているコンテナであって、それぞれ国事で定める外国の政府により、当外国のコンテナに関する法令に適合していることが認められていることを示す有効な確認物を、有し、かつ、前後の要件に適合するもの。 本体番号付きのすべてと、うちでの以下の全国通運リース先詳細区分は、月間トレーン、ナン、no. バー540、国鉄時代の私有コンテナ第93回より、出展。1、上記3例以外の本体番号付きの内容は、Wikimedia Commons より出展、または、序列表が最初に完成した2018年5月23日閲覧での、コンテナの絵本。 u c 7一覧表内、実写情報より出展した。2、u c 7から1万番台ギャラリーも参照。リンク先の社名等の資料は、解明、合併、倒産、売却、リース終了、使用用途変更等の理由により変化している場合があるので、要注意。ありがとうございます。